それでは先ほどの岡田さんと一緒に今度杉並区会議員の補欠選挙に出馬されます無所属の新庄節子さん、沖縄出身です。お願いします。では岡田さん、皆さん大変お疲れ様です。無所属区民の新庄節子です。2012年区議会議員をしてまいりましたが、前回54票足りなくて大変申し訳なく思っています。今回は保坂さんと連帯をして一緒になって勝利を勝ち取っていきたいと思いますので、最後の最後まで頑張っていきます。保坂さん、勝利あると思います。私のふるさとも沖縄問題です。辺野古、天満と、ぜひ保坂さん、森原さんにもぜひ私が再立てていきたいと思いますので、頑張っていきましょう。ありがとうございます。新庄さん、ありがとうございました。新庄さんの補欠選挙における秘書の皆さんとともに頑張りたいと思います。ありがとうございます。それでは、無所属の杉並区議会議員、鶴野直さん、お願いいたします。皆さんはお疲れ様です。市議会議員の鶴野直です。今回の選挙は今までよりもさらに世襲制の議員が増えるそうです。個人候補者が多いそうです。でもそんな人、その人たちには任せておけないと思います。で、自民党は5人に1人が世襲制ということで、もう前回よりも悪くなっているということです。で、前回の私は選挙の時に、去年の衆議院選挙の時に、負けそうになっている自民党の議員が、土下座をしながら泣きながら私を助けてくださいって言ってたのが、もう本当に腹が立って仕方なかったんですけども、そういうような自分のことしか考えてない議員をもう辞めさせて、保坂さんのように市民と一緒に動いて活動している議員をもっと増やしたいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。どうも、須藤さん、ありがとうございます。それでは次に、無所属市民緑の杉並区議会議員、奥山妙子さん、お願いします。皆さん、こんばんは。無所属の奥山妙子です。緑の未来という名前の政治団体に所属しております。私は昨年、保坂さんが残念ながら退任した後、何度も何度も集団発達を変えました。保坂さんが記事を、本当にいい記事をたくさんたくさん書いていた感じです。でも保坂さんが活躍するのは週刊誌でも、また法大総理の何代でもなくて、やっぱり国会なんです。国会で語られてもらわないと、それでそれが保坂さんにとって一番やっぱり活躍できる、能力が発揮できるところなんです。その意味でも昨年杉並で私の時間、本当に力が足りなくて申し訳なかったと思っています。今年はそれにも増して、そしてガンガン電話をかけて、そしてあの保坂のことですよと伝えてきますから、頑張って票を増やして当選しましょう。よろしくお願いします。奥山さん、大変エネルギッシュなご挨拶ありがとうございました。それでは次に、無所属区議会議員の松尾由里さん、お願いいたします。皆さん、こんばんは。無所属区議会議員の松尾由里でございます。去年ですね、あの暑い夏の選挙、本当に悔しい思いで私たちも涙を飲んだ選挙でした。で、時を置かずに今年また保坂さんと一緒に戦えるということで大変嬉しく思っております。実は辺野古の問題、社民党がどういう態度を取るのかなと私はとても心配をして、ちょっと心配をしながらずっと見ていたんですけれども、しっかりとやはり辺野古には作らせないということで離脱してくださったというか、やはり筋を通す人たちだなと思いました。ぜひ、この選挙勝ち抜いて、皆さんが国会で活躍をされますように。また先ほどは森原さんも私事務所未来に行かせていただきました。また森原さんとご一緒に保坂さんと2人でぜひ当選をされますように応援してまいりたいと思います。皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。それでは次に、杉並区から選出されております東京都議会議員の無所属福士恵子さん、よろしくお願いします。失礼しました、福士芳子さんです。ありがとうございます。福士芳子です。名前を2度も呼んでいただきました。皆さんそうやって間違えるもんですから、いつでも2度呼んでいただくことになりました。今回は私の名前を呼んでいただくよりも、ただかのぶとのいっぱい呼んでいただかなければいけません。今までたくさんの方がいろんなお話しなさったと思います。皆さん、保坂のことは応援するのは当然というふうに思ってらっしゃると思いますので、たくさんは申しません。今日は
というよりもちょっと前まで、市民応援団の車に乗って浜田山から西荻までずっと回ってきました。でその凱旋カーの中で、穂坂信人、比例区では穂坂信人、東京地方区では森原秀樹というふうに言い続けながらやってまいりましたので、多分福士淑子の名前と一緒に覚えていただけたら何秒かわり増えていくんじゃないかというふうに思っております。西荻でも何人かお知り合いの方にお会いいたしました。いろんなところに行くたびにどなたかにお会いをするので、その方に全国にも穂坂信人の名前は書けるんだから広げてくださいとお願いをしてまいりましたので、そのご報告を挨拶代わりにさせていただきます。時間も押してるみたいなので簡単ですが、これで終わらせていただきます。石井淑子さん、ありがとうございました。今日はですね、杉並駅内からもたくさんの地方議員の方々が来られております。時間の都合がございますので、お名前だけ紹介させていただきますので、こちらへ、はい、ネットワーク、横浜の代表であり、横浜市議会議員の杉山典子さん、それから狛江市の市議会議員の市原弘子さん、豊島区議会議員社民党の山内紀子さん、北区社民党区議会議員佐藤有恒さん、はい、ありがとうございました。それでは時間がありませんので次行きます。社民党東京選挙区から参議院に出馬しております森原秀樹さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。今度東京の選挙区で社民党公認で立候補しました森原秀樹です。今日はここにこんな形で私が立っている、なかなか時の流れというのはという気がします。今日は3つの立場から穂坂信人さんを応援したいと思います。1つは、私は学生出てからずっと人権の NGO で働いてきました。人権の関係の話を国会に持っていく、その時一番動いてくれたのが穂坂さん、そして社民党だった。やはりこんな国会議員がいなければ人は救われない、人権は守れないという思いで国会議員の鏡としてずっと尊敬をしてきた穂坂信人さんでした。ぜひ国会に戻ってまた暴れ回ってもらいたい、これは一市民として本当にそう思っています。そして2番目は、去年実は私がそこで働いていました。穂坂信人の秘書として、選挙スタッフを務めました。そこで私は本当にすごい現場に出会った。政治と市民がつながるというのはこういうことなんだという現場に出会いました。そしてその中心で私森原秀樹自身働かせていただいた、そのことが政治と市民の在り方、それを皆さんの一人お一人に去年教えていただいた、そして何か自分にできないかということを思い始めました。そういうきっかけを与えてくださった穂坂信人さん、ぜひぜひ国会に戻ってもらって、また市民と政治がつながる、市民との絆をしっかりと取り戻す政治を自ら切り開いていただきたいと思っています。そして3つ目は、私東京の選挙区で立候補するということになりました。私が東京選挙区で頑張ります。穂坂さんは全国比例区で頑張ります。2人がうまく動けば相乗効果、社民党の名前も穂坂信人の名前も森原秀樹の名前も大きく広げることができる。そういうことで、私は森原秀樹は東京の選挙区で立候補していいところまで行ってるという票も一部でいただいているので頑張りたいと思ってますが、これ皆さん、私は皆さん一人一人と同じ穂坂信人に国会に返り咲いてほしい、そういう思いで、また違った形で候補者として穂坂信人を一生懸命応援していきたいと思っております。2人で駆け回って必ず誰とも当選をして国会の中で市民との絆をしっかり取り戻していきます。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。森山さん、ありがとうございました。どうもお願いします。それでは